資産を増やすには得た利益を極力減らさないことで結果的に増やすという守りが重要です。結論として、どうもこんにちは、証券会社出身トレーダーの和樹です。今回のテーマは、お金持ちになりたいなら絶対やめろ、貧乏人の特徴6選です。資金管理において増やすことと同様に減らさない工夫が重要な理由を解説します。資金を増やすことばかりに気を取られ、日々の生活の堅実さを見失っていませんか？人生における長期的な支出、頭の整理をする時間的精神的余裕、こういったことを考えたことがあるでしょうか？短期的な目先の利益を重ねても、これらを重視しなければお金持ちにはなれません。お金持ちになるためには、お金持ちの思考回路をトレースするのが一番の近道です。この動画の内容を知り実践することで、僕が富裕層になるために気をつけてきた守りの資産管理が身につきます。資産を増やすには得た利益を極力減らさないことで結果的に増やすという守りが重要です。極論的な話に聞こえるかもしれませんが、手取り20万円、支出も20万円、生活がギリギリだって言ってる人、こういった人は月収が200万円になっても支出が200万円になり、生活がギリギリだという羽目になります。そんなわけがないと思うかもしれませんが、僕はそんな人をたくさん見てきました。彼らは資産を増やす力があっても守る力がなく、じりじりと資産を減らした挙句破産してしまいます。僕は皆さんが彼らのようにならないよう、守りの力も身につけてほしいと思っています。私のサロンでは FX トレードのノウハウだけでなく、生徒さんの資金管理やお金に関するアドバイスも日頃から行っております。 FX で資産を増やす攻めの戦略も大切ですが、同時に持っている資産を守る守りの姿勢も欠かせません。本日ご紹介する内容は、私がサロンを運営する中で得た経験や、以前証券会社に勤務してた時の経験則を元にして得た貴重な情報なので、必ず最後まで見てくださいね。それでは本題に入ります。まず一つ目は、物事を短絡的に考えるという特徴です。これ意外と多くの人が陥りがちな落とし穴なんですよ。どういうことかというと、目の前のことばかりに気を取られて先のことを考えられなくなっちゃうんですよ。例えば給料日によっしゃ豪華な食事でも行くかと思っちゃうような感じですね。でもちょっと待ってください、そんな風に考えるとどうなると思いますか？月末になって、あれお金足りないなんて状況に陥っちゃうんですよ。例えば高級レストランで豪華な食事をして、その時は最高に幸せ、でも月末になると生活費が足りなくなって、クレジットカードや借金に頼る羽目に。これ典型的な短絡的思考の結果なんです。じゃあどうすればいいんでしょうか？ここで重要になってくるのが二次的思考法なんです。これ覚えておいてくださいね。簡単に言うと、行動の結果まで考えるってことです。高額な買い物をする前に、これ月末の生活費に影響しないかな、貯金目標は大丈夫かなって考えるんです。こういう風に考えられるようになると、お金持ちに近づけるんです。長期的な視点を持って将来のことも考えられる人が結局はお金持ちになれるんですよ。さて、二つ目の特徴である、部屋が散らかっているという特徴について見ていきましょう。これ意外だと思いませんか？実は部屋の散らかり具合と経済状況には密接な関係があるんです。なんでかというと、散らかった部屋にいるとなんだか決断力が落ちちゃうんです。効率的に行動できなくなっちゃうんですよ。例えば請求書や領収書が山積みで支払い期限を過ぎてしまう、結果延滞金や高い利子を払わされて無駄な出費をしてしまうなんてことがあるかもしれません。ではどういった対策があるでしょうか？まずは定期的に部屋の整理整頓をすることから始めましょう。不要なものは思い切って処分、必要なものは決まった場所に収納。こうすることで物を探す時間が短くなって効率的に行動できるようになるんです。さらに整理整頓は頭の中も整理してくれるんですよ。綺麗な環境で過ごすと気分も良くなって、より良い判断ができるようになります。これ統計でも証明されているんです。アメリカの調査会社ギャラップの調査によると、家の整理整頓が行き届いている人はそうでない人と比べて年収が約 25% 高いんだそうです。つまり部屋を整理整頓することはただ綺麗にするだけじゃないんです。考え方が整理されて効率的に行動できるようになって、結果的にお金の状況も良くなっていくんです。毎日少しずつでいいんです。整理整頓を心がけて、お金の管理も含めた生活全体の改善を目指していきましょう。きっとあなたの人生に良い変化が訪れるはずです。続いて3つ目の特徴、ネガティブ思考についてです。これ実は経済状況にも大きく影響するんですよ。ネガティブ思考ってどういうことだと思いますか？そうなんです、物事の悪い面ばかりに目を向けちゃっていいところを見逃しちゃうんです。
なんでこれが問題なのか分かりますか？ネガティブ思考に陥ると自分なんてって思っちゃうんですよね。そうすると新しいチャンスも逃しちゃうし、周りの人との関係も悪くなっちゃうんです。例えば自分には才能がない、どうせ昇進なんかできないっていつも思っていたら、会社で新しいプロジェクトの話があっても自分には無理って諦めちゃう。結果昇進のチャンスも逃して給料も上がらない。こんな悪循環に陥っちゃうんです。じゃあ私たちはどうすればいいんでしょうか？まずは小さな成功や幸せのことに目を向けることから始めましょう。感謝の気持ちを持つのも大切です。自分の長所や過去の成功体験を書き出してみるのもいいですね。実はマインドフルネスや瞑想も効果があるんですよ。アメリカの心理学会の研究によると、8週間のマインドフルネス瞑想プログラムを行った人はストレスが減ってポジティブな気持ちが増えたそうです。できるって信じることが実際に行動を起こす第一歩。ポジティブ思考を心がけて新しいチャンスを使いましょう。さて次は4つ目の特徴、安物買いの銭失いについてです。安物買いの銭失いって聞いたことありますか？これ本当に大事なポイントなんです。なぜかというと、安いものばっかり買ってると長い目で見ると損をしちゃうんです。例えば A さんという人はいつも最安値の商品を選ぶ癖があり、1000円の激安の靴を買ったら3ヶ月で壊れちゃって、また新しい靴を買わなきゃいけなくなりました。一方 B さんは5000円の靴を買いました。でも2年間問題なく使えています。結果どうなったか分かりますか？2年間で A さんは8000円も靴に使っているんです。でも B さんは5000円で済んでるんですよ。こういったことにならないようするべきことは何なのでしょうか？大切なのは品質と価格のバランスを考えること、そして長い目で見て物を買うことです。最初は高くても長く使える商品を選ぶと結局お得になるんです。それに本当に必要なものかどうかよく考えることも大切です。衝動買いは避けて計画的に買い物をしましょう。商品の評判や耐久性もしっかり調べてから買うといいですね。つまり安さだけじゃなくて品質と長期的な価値も考えて買い物をすること、これが本当の意味での節約なんです。最初は高くても長い目で見ればお得で環境にも優しい選択になるんですよ。賢い消費者になって本当の意味でコスパのいい買い物をしていきましょう。きっとあなたの家計も改善されるはずです。またさらに賢いお金の使い方を勉強する方法として、警告、日本人が今すぐ投資をした方がいい理由を見ることをお勧めします。概要欄にリンクがありますのでご覧ください。続いて5つ目の特徴、金融知識がないについてです。これ意外と多くの人が当てはまるんじゃないでしょうか。金融知識ってなんでそんなに大切なんでしょうか。お金の管理や運用の基本を知っているかどうかで経済的な成功に大きな差が出てくるんです。例えば投資のことをよく知らないとお金を増やすチャンスを逃しちゃうんですよね。クレジットカードや借金の仕組みを理解していないと高い利子に苦しむかもしれません。税金や保険のことをよく知らないと無駄な出費が増えたり、リスクに弱くなっちゃったりしちゃうんです。こうならないようにするためには何をするべきなのでしょうか。まずは基本的な金融用語や概念について勉強することから始めましょう。本を読んだりオンライン講座を受けたり金融セミナーに参加したりするのがおすすめです。家計簿をつけるのも効果的ですよ。自分のお金の出入りがよくわかるようになります。金融知識を増やすことでより賢いお金の決断ができるようになり、長期的には資産も増えていきます。知らないことを恐れずにどんどん学んでいく姿勢が大切なんです。さて6つ目の特徴は、健康管理を怠るについてです。健康第一って聞いたことありますよね。これ本当に大事なんです。でも貧乏な人って健康管理を後回しにしがちなんです。なぜ健康管理が大切か分かりますか？健康管理を心がけることは長期的に見ると経済的にもプラスになるからです。定期的な健康診断を受ける、不規則な生活や運動不足、偏った食事を見直す、この2つだけでも病気の早期発見や治療、そもそもの病気予防ができ、将来高額な医療費がかかるリスクを大幅に下げることができます。無駄な出費を抑えることは長期的な資産形成の基本ですよね。では具体的にどのような対策をすればいいのでしょうか。僕は定期的な健康診断、適度な運動習慣から始めることをお勧めします。ある民間会社の調査によると、50代男性の場合、定期的に健康診断を受けている人は5年間の累積医療費が約33万円削減されたという研究結果があります。また文部科学省スポーツ庁の調査では、適度に運動している人は医療費が年間約10万円も少ないというデータがあります。健康でいることで医療費も減るし、仕事の効率も上がるんです。長い目で見るとお金の状況も良くなっていくんですよ。健康はお金では買えない最高の資産なんです。
自分の体にお金をかけることは将来のお金の安定にもつながる大切な投資なんです。結論としてお金のことをよく勉強して健康管理にも気をつけることが貧乏から抜け出す重要なポイントなんです。すぐに結果は出ないかもしれませんが、長い目で見れば必ずお金持ちになれるはずです。はい、以上になります。簡単におさらいしますね。お金持ちになりたいなら絶対にやめろ。貧乏人の特徴6選は、物事を短絡的に考える、部屋が散らかっている、ネガティブ思考、安物買いの銭失い、金融知識がない、健康管理を怠るでしたね。今日からこれらを日々の生活に取り入れてみませんか？それがお金持ちへの第一歩になるはずですよ。皆さんもぜひチャレンジしてみてくださいね。人工知能を活用した FX 初心者でも毎月20万円以上の不労収入を得る手法、期間限定で公開中です。証券会社で培ったノウハウを詰め込んだ人工知能搭載のシステムとなっており、 FX 初心者だった生徒300名以上も利益を上げています。さらにこれら特典もプレゼントします。FX で稼ぎたいという方や AI 搭載システムに興味を持っている方、カズキってどんな人なの？などなど何でも構いませんので、リアルタイムで僕に質問をぶつけてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメント欄のアウトプットもお忘れなく。今日もお疲れ様でした。